本日、スプラオリンピック最終競技、柔道の団体戦をやっていきたいと思います。これはスプラトゥーンではなく、リアルのパリオリンピックでも結構盛り上がったと思うんですけども、団体競技ですね。で、今回は白いチームと青いチーム、まあ、道着が両方色違うようになってて、まあ、それで頑張っていきたいと思うんですけども、ちょっと、はい。はい、いいですか？ちょっとカメラ寄りますね。うちのチーム、ちゃんと柔道着を着ております。はい。で、裸足でね、裸足もしくはサポーターつけてやってるんですけど、ねえ、これ相手チーム見て。相手チームの B さんとさ、下駄でやろうとしてる。危なくない？これ。危なくない？なんか、江戸のなんか火消しみたいな格好してるよ。階級もしっかり名前に出てて、まあ、73キロ、70キロ、80キロがうねちゃんチーム。で、相手チームに、でかい90キロね。90キロ、57キロ、83キロ、なんかよくわかんないけど、30キロの、定量級、重量級でもね、定量級があります。実況のうなぎさん、これは何してるとこですか？これは、突っ張りですね。稽古中です。木に体当たりして、で、まあ、練習してるところでしょ。相手チームと一緒に練習してるんですけど、大丈夫かな？仲良くならないか心配で、これから戦うんですよ。皆さん。まず第1試合。70キロ対57キロですね。はい、両者向かい合って、一礼しております。さあ、礼から始まりますね。さあ、頑張ってください。さあ、試合開始の9番が始まりました！タイマンバトル！さあ、始まりました！ちょっと57キロスタートが悪かったんですけども。さあ、1対1のこれ、サブなしなんですよ、サブなし。おお、なんと !70 キロの勝ち !70 キロの勝ち！ちょっとグランド整備が入りましたよ。グランド整備が。すごいな。リアルだな、これ。リアルに一礼してる。さあ、73キロと83キロ。差は10キロ。差は10キロで、青チームがちょっと有利か。やっぱ重い方が勝つみたいな流れあるのでね。よーい、スタート！始まりました。タイマン始まりました。さあ、すでに塗られた状態からのタイマン。真ん中をうまく駆使して。どっちが勝つか上を取ったのは83キロ。いや、いい戦いしてますね、これ。あ、83キロがやっぱ重い方が有利なんだ。すごい。あんまり武道ではさ、ガッツポーズしちゃいけないんだけどさ、今回のオリンピックめちゃくちゃガッツポーズあったじゃん。やっぱ時代は変わってるんだ。はいよ。わ、すごい。すごい、これ。ちゃんとオリンピックしてるな。柔道してるな。はい、位置につきました。スタートの合図が来ます。来た！来ました！さあ、始まりました！さ、90キロ対80キロ。90キロってめちゃくちゃ強いイメージがね、あるんですけど、パリでも、パリのオリンピックでもそうだった。90キロは強い。おっと、これはどっちだ？VAR の結果で、まさかの90キロが勝ちました。90キロが、やっぱ強い90キロ。英雄だね。国民的英雄です。競技者人口が足りなくて、まさか俺が参加するとは思ってませんでした。いいのかな？俺も参加しちゃって。なんか他の陸上とか、水泳は俺出てないんですよ。今回なんか参加してしまったんですけども、相手何キロだっけ？相手何キロですか？ 30 キロ？30 キロ？ね、相手30キロらしいよ。ねえ、みんな、これ、勝ったでしょ？ 30 キロだって。いいのかな？いいかな？じゃあ、礼するとこから始めますか。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。30キロ？ごめんね、なんか強すぎて、投げ飛ばしてたら。ごめんね。軽いからさ、30キロが。ちょっと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ目つき悪いわ。これ強いかもな。30秒目つきやばいな。よし！緊張するこれ！じゃあ、お願いします。吸盤が割れたらスタート。吸盤が割れたらスタート。よーい、スタート！始まりました、タイマン。上いる、上いる、上いる！ 30 キロ。なんかボム出てきた！ちょっと待って！ちょっと待って！ 30 キロ？ 30 キロボム使うの？お前いいや、30キロボム使う。もうちょっと仕切り直そう。仕切り直そう、これ、一回。あるもんね、柔道の仕切り直しが。なんかボム出てきた、ボム出てきた。いいだろう、30キロだけ認めてあげよう。さあ、来ました。仕切り直しました。なんか、30キロだけ、ちょっとボムありにしました。もう。いやー、これ怖い。あ、そっちに行ったのか。30キロ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 、ボムいつ来る？ボム使う。ほら。待って。せっかく倒したのにむせた。せっかく。よかったよ。これで2勝2敗？はい、なんと団体競技ですね。今、2勝2敗の引き分けで、終わったんですけども、なんかやっぱ、勝負を決めなきゃいけないんですよ。これって。ちゃんと、ちゃんと、勝負を決めなきゃいけないの。なので、ルーレット！よくわかんないルーレットを用いて、今から、戦う人を決めたいと思います。ルーレット来ました。ルーレット来た。来てしまった、ルーレット。電光掲示板のやつだ。みんな上を見るんだ。みんな上を見て。ピン！なんと90キロ !90 キロ級がルーレットで再現だ、これはもう。再現。なんで落ち込んでんの、うちのチーム。あっち喜んでる。うちのチーム落ち込んでる。やばい、これ。やばい、あっちの英雄が来るぞ。英雄が。さあ、大事な最後のバトル。勝った方が、勝ったチームの勝ちです。どちらが勝つのか。試合のゴング来ました。スタート、タイマースタート。90キロ対、73キロ。17キロも差あるからね。やばい、90が？あはははは！待って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 ！ 90 やられた！再現じゃない！なんか勝ってる！勝った！うちのチーム勝った！勝った！あっちの90キロ落ち込んでる。なんか慰めてあげてない？みんなで。大丈夫だよって。平和だ。平和な世の中。オリンピックもこうやって終わってほしかったな。本当のオリンピックもなんか、こんな感じだね。いいね、73キロは、頑張りましたね。軽いのに。